皆さんこんにちは、エンクリプトのラーナーです。マネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語について皆さんと一緒に学ぶチャンネルです。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいのですが、投資の際はあくまで自己責任でご判断するようお願いします。はい、今回の動画ではマーケットメイキングプロの IEO について紹介をしていきます。昨日の話と間もなく行われるリベンジ戦の2つについて説明します。ぜひ最後までご覧ください。昨日、海外エクスチェンジのマーケットメイキングプロの IEO が行われました。3万人の方が参加されたということで、わずか19秒という時間で売り切れになったそうです。で、私はですね、こちらを見ていただけるようにですね、フェイルフェイルフェイルということですね、失敗しました。なのでですね、ちょっとこの悔しさをですね、ちょっとその時ちょっと興奮していたのでですね、この調べたら19秒というのは、ウサインボルト選手の 200m 走のですね、タイムだったというところがあったんですね。本当に3万人の方用意どんでですね、その中でわずか取れた方は919人しか取れなかったということで、倍率30分の1というですね、非常に激しい戦いだったというのがありました。私のようにですね、ちょっと悔しがっている皆さんもきっといらっしゃると思うんですね。で、そこにですね、このリベンジ戦というのがあります。リベンジ戦ですね、間もなく開催されまして、11月2日夜中1時、実質3日ですね、の1時にからアズビットエクスチェンジで2つ目の IEO が行われます。こちらですね、アズビットクリプトエクスチェンジと検索していただいて、トップページにあるマーケットメイキングプロ IEO、 これを選択します。そうするとですね、今タイムが出ておりまして、残り約3時間後にこちらの IEO が開始いたします。参加条件ですが、ウェブに登録した方なら誰でも参加することができて、スタートタイムは先ほどお伝えしたように11月2日16時 UTC 時間なので、日本の夜中1時にスタートになります。で、利用できる通貨はテザー、ライトコイン、BNB、イーサリアム、ビットコインのいずれかになっていて、最大で購入することができるのは1000ドルまでとなっています。で、ハードキャップの最大枚数が30万というふうになっています。なので、約3000万円ぐらいなので、非常にこちらも激戦の戦いになるかと思います。なので、もし全員が最大で買った場合は約300人の方が買うということで、少しブレたとしても、1000人未満だと思います。なので、こちらも激戦の戦いとなります。ぜひリベージの方は一緒に頑張っていければと思います。で、こちらですね、アズビットエクスチェンジに登録を行いましたら、ユーザーアイコンを選択していただいて、ダッシュボードをしていただいて、これちょっと選択していただくと、ここからですね、ポチッと行うことができますので、そこから検索していただければと思います。今回のこの2つ目の IEO なんですが、このアズビットのテレグラムはですね、なかなかいつ開始するのかとか情報をですね、なかなか出さなくてですね、やきもきしていたというのがあったんですが、やっとですね、このページも出たのでですね、非常に安心をしております。マックスファイが1200ドルと書いてあるので、ちょっとまた情報は必要かもしれないんですが、1000ドルから1200ドル、最新情報をですね、確認するためにぜひですね、こちらの公式のアズビットのテレグラムはぜひご確認いただければと思います。ということでですね、今回はこれで終わりたいと思います。今日の IEO に参加される方はぜひベストを尽くしていきましょう。それでは以上が今回の動画となりました。また概要欄には取引口座開設のリンクを貼っています。手数料オフなど特典があるのでご活用ください。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったという方はグッドボタン、まだチャンネル登録をしない方はチャンネル登録をお願いします。また取り上げてほしい内容等ありましたらコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。